はいやってまいりましたビジネス天国沖縄の時間ですこの番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えしてビジネスの秘密のノウハウをラジオでセミナーと題して聞いちゃおうという番組ですまた業界人はみんな知っているが一般的には知られてないこと非常識な業界常識などラジオではとても言えないことと題してお話ししていただきますこの番組はライフスタイルテクノロジーフットセラピーエール 和洋菓子とのの店服キャッチ企画の提供でお送りいたしますまたこの番組ではメッセージを募集していますメールアドレスは 761‐FM コザ .jp ファックスは 098‐934‐8653 また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しております FM コザのホームページから見ることもできますのでそちらからもお楽しみください、はい、お気軽にコメントくださいよろしくお願いいたします ということでですね、はい、本日も1時間、えー、お付き合いよろしくお願いしますということで、本日もね、あの素敵な、えー、ゲスト様が、えー、来ていただいていますので、えー、ゆっくりとですね、えー、お話を伺っていきたいと思います。それではですね、オープニングの曲をですね、お送りしたいと思います。えー、ロディオで、えー、マイミュージック ビジネス天国を昨日おお送りりしております、えー、月曜日の午後皆さんどうお過ごしでしょうかということで、今日も暑いですね、あのー、なんか今日高温注意報とかであまり聞き慣れないですね注意報がえ出てるらしいんですけども、くれぐれもあの熱中症とかねお気をつけくださいということで、ですねえ本日も「ビジネス天国沖縄」お送りするんですけども、あ今日は月曜日ということで、あの昨日ねあの日曜日だったんですけども、僕ね、最近すごく忙しくてですね。 ちょっと疲れ気味だったんですけど久しぶりに家族であの昨日海の方に行ったんですけどもあの本当に海って本当にいいなと思いましたねあの家族でこう泳いだというかあの海に浸かっただけなんですけどもこの癒しというかですねあのすごくこう家族でわいわいガヤガヤするだけでねあの疲れが取れたような気がしますねあの体は疲れても、ね、あの精神的にもすごく癒されて本当にこう、えー、そういうねあの時間って大事だなと本当につくづく思った日でしたね ということで,ですね、その、今日は、えー、その癒やしという、あのー、教会のですね、あのー、第一人者の方に来ていただいてますので、えー、早速ご紹介したいと思います。えー、株式会社パシフィックスピタリティグループ代表取締役社長であります、佐藤武さんです。はい。佐藤さん。はい。はい、どうも。今日も本当にありがとうございます。あの、来ていただいてお忙しい中ですね。はい。あのー、実は、あのー、僕、佐藤さんお会いするのは今日、二回目。 はいね、<laughs> なんですけどもあるねあの懇親会というかそこで、えー、名刺交換させていただいてですねあのお話もねすごいあの興味深かったのでぜひラジオにということで、えー、ご出演依頼したらですね心よく、えー、出演していただいているところであります。はいということであの佐藤さんあの早速ですけどもあの自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか。はいわかりました 株式会社パシフィック・ホスピタリティ・グループの代表している佐藤武と申します、はいえー。私の仕事はですね、ウェルネスとビューティーというものを、まあ、トータルでサービスとして提供するという仕事をしています。であのその中でスパの店舗の運営を今約9店舗しています。でそれからあと 日本スパカレッジというそのセラピストを育成するスクールの運営をしています、うん、あとはあの国内まあ沖縄に限らずあの国内とか海外のスパの立ち上げをしているというあの11年目ですけどまだまだだベンチャー企業です佐藤さんあの沖縄に来ても11年目ということなんですけども、はい、沖縄に来るきっかけとかっあったんですかそうでですすねねきっかけはです、ね えー、話すと長くなるんですが <laughs> <laughs> その辺をだいたいコンパクトにままとめ <laughs> わかりましたあの私が初めて沖縄に来たきっかけというのは、はい、大学生の頃だったんですね、はい、だから大学生というと今から多分30年ぐらい前の話になると思うんですけど、はいあのー、大学生で、まあ、添乗員をやってまして、はい、添乗員のアルバイトをやってましてでそこで初めて沖縄に来ましたで、あのーまあ、それが僕の初めての沖縄経験ですね でそれからその添乗員で何度か沖縄に来て、でそれからえ実際にそのこの仕事に入って、沖縄のホテルから仕事をいただいて、はい、それが2005年だったんですね。で、その仕事がきっかけで、えー、実際沖縄に会社を作るというなんかストーリーができたという感じですね。なるほど大学生の時に、じゃ仕事としてきたのがきっかけだったということですね。 そうですね仕事として聞いたのが<あ>、はい、その頃からじゃあもう沖縄で仕事をしようという感じだったんですか、はい、もうあの会社を作った時からもう沖縄で仕事をしようとそれが11年目にかなったということですかの先ほども、ね、ちょっとお話しあったんですけども現在、日本スパカレッジっていうこと沖縄ということを開校されまして、まあ、のスパをされる方を育成しながら実際スパも経営されている。はい ということなんですけども、あの11年やってみてど,どうですか？今11年目で,です、ね、そうですね。はい、長いような短いような。はい、なんかこれからまだまだないような、はい、あの気がしていますね。はい、あの10、今から11年ぐらい前っていうのは私たちの仕事というのは、実はあまりあの一般的に社会で受け入れられてなかったんですね。はい、癒しとかウェルネスとか健康というものは？ あのどちらかというとそのエステティックとかそれからあと医療っていうものが中心だったんであの私たちがやってることっていうのはどちらかというとその予防に近いんですねえと例えば声優医療と違ってその時間をかけて体の免疫力を上げて元気になっていきましょうとかそれからストレスっていうものに対して自分の力で立ち向かっていきましょうっていうだけじゃなく要は人に ね、こうサポートもしていきながらその元気になっていきましょう。なんていうことを、はい、まああの認めてくれるようになったのが本当に最近です。あ、そうなんですか。そうなんです。10年前というのはどちらかというと否定をされてた方があ、そうなんですか。多かったですね。はい。なんかあのそういう否定されてるっていう時期僕知らないので、はい。そういう時期があったんですね。ありました。もう強烈に覚えてます、はい、私は。えー、えー、でもわずか11年、はい。最近までそういう状況だったんですね。 ですから前にあの今からですかそうです、ね、11年もうちょっと前にうちがそのあるホテルのスパを立ち上げようとしたんですね。はいはい、でその時に例えばヨガをやりましょうとか、はい、こういうことによってその健康になって滞在が満足してもらえますよという話をした時にそのホテルの、まあ、会社の産業員の方がいらっしゃったんですね。はい、産業員の方がいて、はい、でその時に佐藤さんあなたが言っていることはまやかしなんだよと。<laughs> ヨガなんてものは ね、私たちの中ではそれは予防でも健康でも医療でも何でもないんだ、はい、そんなの泣かしたって言われたのがいまだに僕の中で、ね、<laughs> トラウマじゃないんですけどねなんか今となってはかあれですね笑い話ですねそう今となってはね <laughs> 本当笑い話ですこれ何年ぐらい前なんですか14年ぐらい前ですかね結構まだまだ最近なんですけどね最近ですええあれからまた 今では、ね、もうスパといえば、はい、もう完全に受け入れられて、ね、本当に、ね、切っても切れない状態になってますけどもね、はい、特にこう仕事されている方、特に経営者の方はお疲れの方多いと思いますのでね、はい、こういう癒しというかあの今もう必要不可欠というう時代になりましたもんねねそうです、ねはい、あの確かに十何年か前というのは、はい、その自分たちで自分のことをメンテナンスすることができたんですよ。はい、例えば 友達とご飯を食べに行ったり飲みに行ったりカラオケに出産をしたりっていうことで、自分で自身をこう自分自身を良くすることができたんですね。ただやっぱりどんどん,どんどんその I.T 化が進んだり、いわゆるそのデジタル社会が進,めば進むほど、僕たちはアナログ人間なんでついていけないんですよ。言っちゃうと365日24時間同じ答えを出せと言われても出さないんですね。それをでも強要されるわけですよ今の社会っていうのは。うんって言うと明らかにそのデジタル社会が 見方上がりになればなるほど、そのストレスっていうものを見方上がりになってくるんです。だからデジタルがなくなったらば、多分僕らの仕事っていうのは必要なくなる可能性は高くなると思うんですね。うん、なので、まあその今はどちらかというと自分で自分をメンテナンスすることができなくて、結局その人に頼らざるを得ないっていうのが今の状況だと思いますね。 なるほど、はい、それがやっぱりこう、まあ、スパが受け入れられてきたっていう要因の一つにもなるんですかね。もう間違いなく、そこが市場が伸びているというのは、そこが理由ですね。はい、ああ、なるほどですね。はい、特に沖縄こう地理的にも。なですかね、県外の方も、あの精神的にも癒されながら、できるっていうメリットがあるのかなって、個人的には思うんですけども。はい、いやもう本当にその通りで一番いい環境ですね。はい で僕あの先ほどもの打ち合わせちょっとお話ししたんですけどこれすごいなと思ったのがですねあのまあ僕、イメージはこうスパといえばこう高級志向なのかリーズナブルなのかっていうところであると思うんですけどもあの佐藤さんのところはですねこうあの場所によってですねその場所を生かしたえ店舗の作り方を。 しているので、はい、その場所によってこうちょっと古民家だったりとか場所によってはちょっとおしゃれなちょっとハイグレードの形でやったりとかですねその本当にあの場所場所をですね特性を生かしてそのお客様があの癒されるっていうのをえ念頭にですね店舗作りをされているっていうのがすごいなって先ほどねあの打ち合わせで思ったんですけどその辺に関しては佐藤さんはあの当初からそういう感覚でいたんですかそうですねあの私たちのその会社の いわゆるミッションの一つの中でやるべきことっていうのがあるんですね。それはあのチャレンジとクリエイティビティとハーモニーなんですよ。この3つがあの私たちがビジネスというか仕事をする上でいつも心がけているもので、10年経っても20年経ってもやっぱりベンチャーキ質っというのは常にクリエイティブで新しいものを生み出そうということが大切で,で。チャレンジというのは人がどうなのかなというものでもやっぱり諦めずに常にチャレンジしていくということと。あともう1つはでも それによってその周りに迷惑をかけるんじゃなくてハーモニーって言って調和を大切にするっていうのが僕たちのある意味会社のミッションみたいなもんなもんですねでそこでやっぱご当地例えばある島からなんかそういう相談が受けたり何かこの島で何かやりたいなと思った時にはその,でその島の伝統文化とか慣習とかっていうものをできる限りそり教えていただいたり読み解いたりすることによってクリエイティブなんですよ。 あ,のある意味その御香自身で古いものを作ってはいるんですけども僕たち自身はそれはクリエイティブなんですねはい、はい。だから常にそのクリエイティブなものを作るためにその古いものを活用させてもらってるっていうことでシマス,スパがあるっていう。でもあの今お話聞いてたらそれはあ,のある意味ハーモニーでもありますよねそす。そうなんです。はいはい、地元の方のこう意図を聞いてやるっていうのはそれがハーモニーっていうことです、ねはい、まさにね今あのスパといえばあの受け入れられてますけども。 わずか11年前はチャレンジだったってことですよねもうチャレンジだわけですね、はい、もう出る杭は打たれるぜ、はい、むちゃくちゃた打たれまくってますね <laughs> <laughs> なるほどですね、はい、でもあのその11年のねあの経験とか知識とかノウハウがあると思いますねそれまたね日本スパカレッジという形でお伝えしてるっていうことなんです、はい、これはもう立ち上げたのは何年ぐらい前なんですか日本スパカレッジを実は立ち上げたのはこれ1999年だったんですねあ,あ、そうですか実は,はい。 これはもう沖縄那覇の方で作ってる。はい、あのー、一番最初に作ったのが実際横浜で。はい。はい。でそれから東京に移って。はい。で東京から今度は沖縄に統合して,あるってう。はい。のがはい。あ。なるほどですね。あのー、ラジオね沖縄の方であのー、興味があるっていう方がいらっしゃると思うんですけども。はい。あのー、まあ日本スパアカレッジ沖縄っていうのはどういった形であのー、例えば授業の内容とかですねご概要とかっていうのをお聞きしてもよろしいですか。はい。 そうですね、あの日本スパーグレッジっていうのはこのスパセラピストを育成するスクールです、えー、その目標はその国際的な技術と知識を持って、えー、国際、まあ、海外のレベル以上にいいサービスを提供する技術者を育成するというのが目標なんですねであのカリキュラムでいうとと半年コースとこう まあそれからあと1年間の時間の時で、学ぶコースがありますでそこで学ぶことによって、国際ライセンスのシブタックというイギリスのライセンスを取得することができて、はいはい、そのライセンスを取得すると、いわゆるファイブスターとかホテルに就職ができるとあなるほど。はいはい、それを沖縄で取ることができるのできるんです、はいイギリスの資格をですか。はい、これ、国際レベルのスキルを学ぶことができるということですね。はい これねあの僕、知らなかったですね、こういうのがおにあるっていうのは。これはちょっとね、お,お伝えしたいですね。<laughs> ちょっと僕、びっくりです。あの打ち合わせでも聞いてなかったじゃないですかね。<laughs> え国際的な、しかもそ,のあのそれなりの、ね、何度の通ったらホテルでも就職が可能と。はい、なるということは、その資格を持っていると、すごいアドバンテージというか、なるそうですね、今ではそのあの日本はまだそこまでは行ってはいないんですけれども。 日本に来ているその外資系企業、アメリカとかヨーロッパの企業の,そのスパで働きたいといったときには履歴書の中にライ,センスがこのライセンスがないと要は面接さえ受けられないんですよ。それでも面接受ける条件,て条件なんですね、はい。でも、あのー、これからスパ業界に参入したいとかスパ業界で働きたいという方はいっぱいいらっしゃると思うんですよね。 方も含めてですねやっぱりこの資格を取るとあのそのスパを仕事にされてる方が増えてきた中でそういう資格があるとやっぱり大きな差別化になるっていうのはいないですねぜひこれはあのんですか概要的にはこう実地とか学科とかっていう感じになるわけですか <はい S 1> そうですねあのいわゆる解剖生理学とか皮膚美理学とか <はい S 2> えそういうその座学系のものと、はい あとはあの顔とか体の実技ですよねフェイシャルとかボディの実技とあとはプラスそのアロマセラピーとかトラソセラピーっていうえ方向療法とか海洋療法とかいろいろ古代療法とか自然療法とかっていうものを同時に学んでいくという、はい。なるほどですね、はい、じゃあここはあれですね座学でこう専門的な知識を得,る得てあと自治で学んで、はい、その予防医学というんですか。 あのそちらも学べると。そうですね。はい。これ半年一年ということですね。一年、ね。これ至れり尽くせりですね。<laughs> いやもう至れり尽くせりです。はい。はい、本当に。大変だと思います。休みがほとんどないので。はい、あのー、勉強机になると思うんですけれども。はい、ただこの半年一年で得たものっていうのは絶対今後の。ね。一生には。必ずいい意味であのプラスになります。これあれですね。例えばこう。 スパを受ける方からもそうですけども例えばの採用する側からしてもそれなりのこう専門知識を持っているということを本当に安心して、はい、あの採用することができますしあの受ける側も、ね、本当にこの資格を見せて、ね、あるというのを知っていただくと、ね、本当に安心してあの受けることができるということであのこういうのが、ね、沖縄にあるってもっと伝えていきたいですね。いぜひ伝えてください なのでこれはあのあれですかあの開校付きとかっていうのは決まってるんですかで半年のコースは4月と10月の開校があって <はい S 2> あとは経験実はお縄の,の中でもそうなんですけどあ一番人気があるのは集中コースっていって経験者で例えば5年とか10年とか20年やってたんだけど <はい S 2> なかなか勉強ができなかった<ー>学校に行けなかった忙しいしそういう人のために。 まあ何日間かで集中してライセンスが取れるコースがあるんですけど、はい、なるほどですね、はい、やっぱりこう経験は長いけどもっとあの専門的に学びたい、ね、もっと一、ね、つ上のレベルに行きたいという方、はい、いっぱいいらっしゃるでしょうからね。はい、なるほどじゃあ半年のやつは年に2回受けることができて1年コースはい、あまま年を通して、はい、ということですね。はい、ということは今、次は10月ですかそうですね10月半年は ただ集中コースっていうその経験者向けの,あの毎年受けられます試験の実施がえっとイギリスから試験官が来るんですけどそうなんですかイギリスからわざわざ沖縄に来るんですよ試験官が来るのが年に4回ありますのでその試験日に合わせて入ることも勉強することもあすなるほどですねそういった資格が沖縄で取れるとこれはすごい話ですね。 あ佐藤さん、あの実際に、ね、ラジオを聞きの方が興味があるという方いらっしゃると思うんですけれども、はいこれの、例えばどちらの方にに問い合わせというかはい問い合わせはですね、はい、ウェブサイトであの日本スパカレッジというふうに検索をしていただくと、はい、あのそこでウェブサイトが出ますので、はい、そこに問い合わせ先に、えー、メールアドレスと、はい、それから連絡先が書いています。連絡先は電話番号は、はいあいいですか、今おししあどうぞしてください。はいえ 八三三の七四七零八三三七四七零ですね。はい、じゃあ復唱いたします。日本スパカレッジ沖縄、はい、で、えー、検索していただくと、えー、ウェブサイトがあるのですそちらで詳しく見れるということですね。でご連絡先がゼロ九八八三三七四七零ゼロ九八八三三七四七零ということですね。はい、あのウェブサイトのじゃ写真とかこの概要もある程度わかるということですね。じゃそちらでねあのー 見ていただいてさらに興味があるということはお問い合わせしていただければなと思いますね。はい、佐藤さんあの、びっくりでしたね、僕ねその。いや、そんなにすごい学校とは思ってませんでしたね。イギリスから来て、そうですね。世界レベルの技術を学べると。なるほど。もう実際に僕のその世界レベルの技術の方のスパを受けてみたいですね。あいつでも受けてみいあすね。す僕、ちょっとね、すごい興味が今、はい、出てますね。ね特にねあのこのの番組あの経営者の方が 聞いてる方多いのでね。はい、経営者の方はね、お疲れの方多いので。<laughs> そうですね。大切です。はい。その日の疲れはその日のうちに取ることがいいとそうですね。で、本当のこうお疲れをこうちゃんとその時に取るっていうの、はい、パフォーマンスも分かりますし、経営者がやっぱりねあの元気で笑顔でいないと、も会社全体がちょっと暗くなっちゃいますのでね。はい、それはもう会社のためともありますのでね、スパをぜひね、えー、受けていただきたいんですけど、ちょっとあの名刺からちょっとお話しさせていただくんですけど、まあ島スパということでコミンカスパこれは。 偏座島の方に、はい、浦島市の偏座島です、ねあ。これからですよね、あのコミンカでやられてるということですね。はい、浜東のその地元の特性をしっかり生かしたコミンカスパンということですね。あとね、またね、あの 反対側になると思うんですけどね、ヒルトン沖縄でも、はい、<laughs> 全くね、全然違う感じになると思うんですけど、ヒルトン沖縄の中にもあるということですね、これ、茶壇町ですけども、はい、あとね、ぬちぐすスパ、ティンガーラということで、えー、小浜島にもあるわけですね、はい、あ,すあと、ね、あの箱根とか静岡とかにもありまして、実はね、これ、海外にもあるということでね。はいあのー これすべてあのその世界的レベルの技術を学ばれた方ということで,ですねあのこういうのはねちょっとまあ先ほども佐藤さんおっしゃっていたんですけど沖縄観光産業がちょっと盛んということもありますしあのその中でもっと盛り上げたいというね佐藤さん、県外から移住されているんですけど沖縄に対する熱い思いを語っていただいてですねあのこういう技術を学んでえもっとねあの沖縄の観光産業に貢献したいという。 お話をされてましたのでね、本当にあの僕もね地元沖縄としてすごく嬉しい書きです。佐藤さんが活躍する場所でするのでね、沖縄も発展するのかなって感じですね。はい、ありがとうございます。はい。でもあのやっぱりこう沖縄は今海外からもねあの旅行で来られる方多いじゃないですかね。はい、やっぱりこうマッサージスパいろいろあると思うんですけど、やはりこうこれからちょっとねレベルを上げていくという。うん サービスとかね、あのスパのレベルも上げていくってことも大事なのかなと思いましたね。そういう意味でもね、佐藤さんのされているこの学校っていうのがね、本当にあのすごいキーになってくるんじゃないかなと感じになりましたね。はい、はい。佐藤さんあの結構ね、責任重大なポジションにいますね。そうですね。<laughs> やっぱりやり始めた以上は責任を持ってね、やっぱり成長させていくっていうのもあの私のね、一つのミッションでもあるかなとは思っています。はい、いや本当にね、ちょっと出だしからちょっと びっくりでした。こんなにね、あの世界的なレベルだと思ってませんでしたので。<laughs> そうですか。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、いろいろお話を伺ってきたんですけども、またあのシーを挟みまして、えー、後半引き続き佐藤さんにお話を伺いたいと思います。佐藤さん、後半の方もよろしくお願いします。 ビジネス天国沖縄をお送りしております、えー。後半も引き続き佐藤様にお話を伺いたいと思います。はい、はい、佐藤さんあの後半もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、あのー、前半はねあのー、スパカレッジのお話を中心にさせていただきましたけども、沖縄で世界的な技術が学べるということですね。すごくあの何、ー、ですかねチェックするべきだなと思いましたね。あのー、興味ある方はねぜひホームページの方をチェックされてください。 とということで,ですね後半はですねあの、えー、スパのお話もいろいろっていきたいなと思ってるんですけどもこの佐藤さんあの、これスパといってもそれぞれ、ね、店舗によって全然こうコンセプトというか違うと思うんですけども、はい、あのまずね、ね島スパ古民家スパです、ね、あのついてちょっとお話伺いたいんですけども変座の方にあるということで、はい、どんな感じのスパになりますかはい、これはですねあのー もともとあったその沖縄らしさを感じてもらうということで。はい、えっと古民家を借りてます。はい、で古民家は特にあの内装とかはいじってないんです。あ、そのまま,のま,まです。一番座も二番座も裏座も。そのまま残って,て。そのまま。はい。仏壇の前で。スパ、マッサージをトリートメントしたりとかしています。はい、はい。はい。そのまま本当に生かすという。はい。なるほど。あのー、さっき打ち合わせの時もね、ちょっと話したんですけど。 県外の方はあのー、そこで沖縄らしさを感じることで癒されるということでいいんですけど我々ね、えー、地元の人間からすると、あのー、昔小さい頃に行った、ね、おばあの家に行くこう懐かしさというかねだから県内の方にも県外の方にもすごく癒される、あのー、スパラだなってさっきね本当に聞いて思いましたけれども本当にあのそれがね、あのーまあ、佐藤さんの、あのー、目的だと思うんですけどもどういった方がやっぱお客様って多いんですか そういった方が来られますと思います、ね。そうですね。あのー、まあ、県外の方がほとんどなんですけれども、はい、ま県外と言ってももう北は北海道から南は基本当九州までの方がいらっしゃっていただきます。はい、あの例えばお一人の男性とかお一人で来る女性の方とかはい、はい、カップルとか家族連れとかはいいろんな方がいろんな目的でいらっしゃいます。なるほどですね。はい 確かにあの一人でもね行きやすいですよね。本当にあのこう何て言うんですか、癒されるっていうのはその雰囲気とか場所もすごく大きな要因になりますからね。はい、なるほどですね。で変わりましてあのヒルトン沖縄シ、はい、ャタンリゾートってまたちょっとねガラッとコンセプトが変わりますど、はい。はい、どういった感じのスパンになりますか。そうですね。ここはあのホテルの中のスパなのでどちらかというとそのラグジュアリーなこうデスタイリッシュな、はい イメージでお店を作っています、はい、なのでメニューも沖縄のメニューとそれからあと海外のインターナショナルのブランドを使ったメニューを両方展開をしてますね。はい、なるほどですね。はい、これまたねあの、チャタンということでね、あのヒルトン沖縄、えー、チャタンリゾートの中にあるということですね。アマミスパ。はい、アマミスパ、ね。アマミスパということですね。お近くの方、ぜひね、チェックして。 いいたただきたいと思いますね僕はねちょっと聞いたところでどっちも行きたいですね。もちろんあのうちのスポは全部男性もはいはいなんかこう、はい、その日の気分によってちょっとドライブしたいなっていう時はこうちょっとねこの偏差のところに実は僕昨日偏差に行ったんですよねはいすごいピンポイントですねあそこあの僕好きなんですよあの景色といいですね、うん、あの行くこう途中もね景色が綺麗で好きなんですけどね、はい あったんだと思ってですね。ありました <laughs> あそこに。はい。最近ローソンができたのが話題で。ああそうですね。ローソンできてましたね。はい、昨日ね見ました。なるほど。ということでね、あの広島島でもあるということでですね。はい、これまたあのあれですか、こう古民家、ね。広島島はえっとホテルの中にハイムルブシリゾートさんっていうはいはいハイムルブシというホテルの中に入ってやってるんでなるほどですね。 で県外にもね、あのあるということでね、あの男性もオッケーというそうです、もちろんそうです。ことで、はい、体重制限は大丈夫ですかね、うんあるんですか2 0 0ロ超えたなければ大丈夫です。ギリギリ大丈夫ですね。<laughs> <laughs> はい、でもね、男性もねあのオッケーということだからね、それは本当に嬉しいのでね、僕のあの指令の経営者の方にもね、ぜひ、えー、ご紹介したいなと思っていますね。はいということで、あ,のー、あれですか、あのー 佐藤さんは今後の展開としましてはどういうふうな感じでお考えなんですかそうですすかそうね今後の展開としてはまずはやっぱりその沖縄という地でその観光サービス業の中でもこのスパというものが一番盛り上がってもらえるような努力をちょっとしていきたいと思っています、はい、スパというものがその観光サービス業の中では非常に高い付加価値だということ。うん やっぱり認めていっていただきたいし、で、今度それを受けに来たお客様に対して、やっぱ最高のサービスをして、受けていただきたいので、はい、まあ、学校も含めて教育っていうものをしっかりとやっていきたいなというふうにしています。なるほどですねあの。沖縄に行く理由がスパっていうのがいいですね。そうなんです、そこがもう、はい、はい、目標ですね。もうあのスパといえば、沖縄という,こう、はい、聖地というか。 そうなるとね、海外からもスパを受けに来るっていうのがねやっぱねついでに観光するとかね、はい、そうなるともうベストですね、はい、佐藤さんとしてですね、はい、はい、これはなりそうですね。ね、<laughs> あのぜひ応援してください。<laughs> いやいいあのー、ちょっとお聞きしたいんですけど佐藤さんから見たですね、こうスパを受けるこうメリットというか、受ける必要性というか、そういうのはどのようにお考えですか。そうですね、あのー。 まあメリットは例えばそのスパーといってもいろんなメニューがあるんですね目的別によってそのメニューが違うので例えばこうスキンケアをしてきれいになりたい、はい、肌をきれいにしたいとか美肌にしたい、うん、あの美白の肌になりたいとかっていう方もいらっしゃるし例えば痩せたいという方もいるし、はい、例えば今度はストレスケアをしたいっていうそのリラックスをしたいっていう方もいるしはい、はい、今度は例えばその産後に体型をその戻したい。とか いうう方もいいいいらっっしししゃるし今度はその若返りをたつまでも若返りたいというまあそれぞれはその目的が違うんですね、はいはい、ただあのスパっていうのはあの引き出しがたくさんあります、はい、今お話ししたようになのでいろんな目的のことに対していろんなアプローチができるので、はい、あのどんなことでもあの相談をしていただければなるほどその人のます。 求めるものによって、はい、これあるしか、あの、十枚にそれをお伝えするんですか？例えば疲れ気味なんですとか、そうですね。はい。はい。その事前しして、で、それに合わせて、ね、あの、ちょっと微調整するというか。はい、あ、それはありがたいですね。はい、なるほど、なるほど。じゃあ、こう、本当にこう綺麗になりたいとか、なんかね、僕イメージなんですけど、なんか、すいません、素人なんですけども、あの、血流が良くなるイメージがあって、うん、そうなるとね、なんかちょ。 なんか免疫力が上がるとか病気になりにくいというイメージがあるんですけど実際そういう効果もあるんですかありますねあの、今私たちの中でその、えーまあ、これは日本だけの話で世界中で話題になっていることなんですけども、はい、なんでこんなにあの人間の免疫力が落ちてきたんだろう、はい、要は病気にかかりやすかったりストレスになりやすいんだろうというのは体温が基礎体温が落ちているんですね、確実に言われていることです、はい、つまり基礎体温が落ちているということは代謝が鈍っているんですね。はいはい で代謝を上げるっていうことはどういうことかってやっぱ筋力をつけていくっていうことがとても大切なのであのやっぱり自分の基礎体温を少しでも上げていくと代謝が良くなるそうすると病気にも強い体になるっていうことが言われてますね、うんはいはい、でそれをスパを受けることによってこう代謝が上が上る代謝を上げて、はい、免疫力を上げていく、はい、っていうことです、ね、免疫力が上がるとなんかやっぱりこう元気にもなりそうですよねす、はい、普通に笑顔が増えたりとかし、ねはい、そうですもんね。 特にあの経営者の方は、ね、特に組織のトップとかの方は、ね、意識的に、ね、笑っていただきたいと, <laughs> そうなでうと、ね、組織の方がみんな、ね、ちょっと、ね、あの変な雰囲気になりますので、ね、特にトップと言われている方は、ね、ぜひ行っていただきたいですね。これあれあですかあの例えばこうスーパーを受ける頻度といいますかと、はい、いうのはあるんですか大体いいこれぐらい受けたほうがいいというすすうんですかね,そうですね本当は行きたいときに行くのが一番ベスト。あ 行きたいなって感じたたですだなかなかそうは言ってもねそのお金がかかることが多いのでやっぱりお金かかりますからそれはでもそのあんまり我慢をしないでため込まずに行っていただくのでそれはあの値段が高いところもあるしまあ安いところもあるしそれはそれぞれあのいいところがたくさんあるのでまあご自分に合ったところをね探されていくのがいいんじゃないのかなと思いますなじゃあまずねあのこの佐藤さんのさっきご紹介いただいたスパ巡りをしていただいて。はい、はい 一番そうですね。いと、はいうのが。でもね多分ね僕思うんですけどその気分によっては今日は古民家行きたいなとか今日はちょっと茶畳でランチした後に受けたいなとか、はい、その気分によって違うと思うんですけど、はい、まあそれがこう分けられるっていうのもいいですね。そうですねなるほどですねあの気分によってということ、まああの行きたい人はね毎日でも行きたいっていう方いらっしゃるかなと思うんですけどね。はい、免疫が上がる あときま綺、あ、麗になるっていうのはなんとなくわかりますねやっぱりこう、うん、それもあれですか血流とかに影響してくるってことですかそうですねあの綺麗になるっていうとまあ見た目の肌が綺麗になる綺麗っていうのもあるしはい、はい、それからその元気になることによってそのオーラっていうか気の流れがすごく良くなるんでだ<ー>から見てもなんかその魅力的になってなるほどはい見えてきてるとかね、はい、はいはいしますはいですからそれからで私たちはその 外面的なその綺麗っていうことだけじゃなくて内面的な綺麗っていうものを男も女も老いも若きも子どもを引き出していくっていうことは、はい、はい、努力はしています、ね、なるほどね佐藤さんうスパって深いんですねそうなんですよ <laughs> はいとっても深いんですね <laughs> それはもう先ほどね戻りますけどもこうカレッジのうでねあの専門的な知識とか、ね、実技とか学んでその スパーを越えて何て言うんですかねあのそれ以外の知識もそこで学ぶっていうことはでそういうのがちょっと可能になるのかなということで確かにねあの全然知識がないから人にちょっと受けるの逆にねちょっと心配だったりとか <laughs> すると思うんですけどもねそういうしっかりと資格を持ってる方が受けるっていうのはね本当にいいなと思いますね。これれはあれですかやっぱりこう沖縄の方以外にもこのスパ カレッジ受けらられるる方ももいらっしゃんんですかあもちろん、はい、あの私どもの学校は約5割から7割ぐらいが内地の方です。県外の方が多いです、はい、ということはその資格が魅力的っていうのを知ってそうですね資格もそうですしそれからまあうちの学校がまあ一番歴史が日本では長いんで、はい、この業界の中ではやっぱその実績とかを見ていただいたりとかあとやっぱり沖縄で集中して勉強したいっていう方が。 ちょっと合宿ではないですけどなるほどですね。じゃあ佐藤さんの思いとしてやっぱりこういう学校も、えー、たくさん受講していただいて全体的なレベルを上げていきたいっていう思いもあると思うんですけど、はい、いや5割がねあの県外から来るってすごいなと思う反面ですねちょっと9割ぐらい沖縄の人よ、はい、受けてほしいなっていうのがね、ええ、あるんですけどね半分の1なんだと思うとですね、ええ、ちょっともうちょっとね沖縄の方にこう知っていただいて。はい 塾に、ね、受講していただきたいなというのがあるんですけどね、やっぱり女性の方が多いんですか、この受けられるっていうもうほぼ9割方、女性です。ただ、男性もあのいらっしゃいます、はいはあ、なるほどですね、わざわざ県外から半分の方が来てますので、ね、はい、沖縄の方もねど、どしどし受けていただきたいなということですけども、なるほどですね。あの やっぱりスパのあのコンセプトにあの地元の何ですかあのこう良さを生かしつつあの店舗を展開していくっていうことなんですね。今後もこの店舗を増やしていこうっていうお考えはあるんですか。はい、もちろんありますね。はい、はい。あのー、私たちの会社自体がアジアナンバーワンのスパオペレーターを目指してるんですよ。あ、なるほど。アジアナンバーワンのスパオペレーターを目指しているので、はいはい、当然沖縄も店舗を増やしますし、はいはい、あの今は例えば台湾の台北とかベトナムのホーチミンとかダナンとか。 海外との今進出っていうこともえっ、ー、と今動いております。あ、なるほどですね。はい。あじゃ、もう今後アジアのアジアをて中心にということで、はい、沖縄を拠点にしてですね。はい、はい、なるほどね。僕ね、あのある人に言われたんですよね。あの、死んさんって沖縄をね。日本の橋じゃないよって言われたんですよ。何ですか？アジアの中心だよって言われたことがあってですね。その言葉がすごく響いてですね。まさにそれをね。あの実践されているですね。佐藤さん。 んかね、あのー、佐藤さんの、ね、沖縄を盛り上げたいっていう気持ちがね県外から移住されてきてここまで、ね、沖縄に対する思いを持って、えー、活動されてる方でもう本当に、ね、地元の僕としてのすごく嬉しいですしなんかねちょっとねなんか手伝えることがあればなって思いましたね、あのー、掃除ぐらいだったらできると思います <laughs> <laughs> じゃあまず掃除から掃除ですね掃除だったら、はい、いできます得意ですからはいなるほどですね特に、あのー、今 夏休み入る手前なんですけどもその時期っていうのはやっぱり一番忙しいと思うんですけどね、はいはい、これからがじゃあすごいねあの忙しい時期に入るっていうことですよねあとなんかおすすめのなんかあるんですかこうスパーケール時のおすすめのなんかをこういうふうにやった方がいいよとかですね行く前にこういうの準備した方がいいとか何かそういうおすすめのあるんですかね佐藤さん的にですね。 そうです、ね、あのー、やっぱりまず気軽にやっぱり受けていただきたいんですね、はい、私たちはその敷居が高いって思っている方もいらっしゃるんですけどもまず気軽に受けていただきたい、はい、あの本当にリラクゼーションでもいいしちょっとこうね例えばじゃあ週末にパーティーがあるとか何かのなん度か結婚式があるっていう時に少し身だしなみを整えていきたいとか、はい、例えば男性の方も。 例えばじゃあ、なんかプレゼンテーションがあるとか営業とか面接があったら、じゃあ来ていただくとか、まず気軽に言わず来ていただけるといいかなとな確かに僕、思ったんですけど、面接があるとか、例えばあの大きな交渉事があるとか、そういう日のね前日とか行くのはありかもしれないですね、はい、僕これすっきりした顔で行った方が印象いいですもんね、でもあのできる営業もってされてますよね、実際に交渉事の前にそういうところ行きますもんね。そううですねまずやっぱり身だし並みを整えるっていいのははいはい なるほど気も整えますし、はい、なるほどあいろんな形の,、ね、あの受ける理由があるなって今思ったんですけども実際そうやって受ける方もいらっしゃるんですかそういう目的にそうですね,ね結構そういう方もいらっしゃいますねやっぱりいるんですね、はい、いやースパはねあの思ってた以上にこう幅が広いというか <laughs> ニーズが広いというかっていうのをこれやっぱりいろんな方にねお伝えしていけばね求めてる方はたくさんいらっしゃるのかなという。 感じですけども、これあの実際こうスパに受けたいって思った時に、こうなんか持参するものとかって必要なものってあるんですか？いや特にないですね。じゃもう普通に行って、普通に行っていただいて、はい、別にあのスパに行くからといって事前にお風呂に入ってシャワー浴びるとかっていう質問ないですし。なるほどなるほど。はい、じゃもう行きたいなと思ったらすぐ行ってもらって。行も問題ないって,いいていうですね。まあ一応ただ予約の時間の10分とか15分前に来ていただけることが一番、はい、ぴったりじゃなくてですね。 10分前に来てください特にね沖縄の人はね普通に遅れてきますからね、はい、30分前って言ってた方がいいかもしれないですねそうですねそしたらねちょうどぐらいに来ると思いますよはい、はあ。なるほどですねこれじゃあの佐藤さんもこれ結構こうスパを受けてこう体感してる一人だと思うんですけども、はい、あのやっぱりこうそういった方がいっぱいいるんですけどなんかそのねあの体感のエピソードとかそういうあの過去にねそういうのがあったよっていうのがあればちょっとご紹介していただきたいんですけども。 受け,て受けていただいた方もそうですねまあ例えば「シマスパ」っていうののすごさを僕自身が感じたのが、はい、沖縄ってやっぱすごいんだなと思ったのがあ,の、まあ、ある東京の方だったんです、はい、お客様がでお医者様だったんです女性のお一人旅で,、はい、で沖縄に来ていただいて、はい、で「シマスパ」に来た時にあの施術、ね、が終わったあとにもうずっと泣かれてるんですよ。 でうちのスタッフがまた優しくてそのお客様とまた夜は一緒にご飯食べに行ったりとかしてねその方がやっぱりおっしゃったのが沖縄に来てるとやっぱり来ると全て鎧がねが取れるわけですよ、うん、いろんな着てるものがはい、はい、東京とかあっちで働いてるやっぱりいろんなもので守んなきゃいけないからガードそのガードがガチガチなわけですよはい、はい、でやっぱり病院の先生なんで なおさらやっぱそういうことを聞かなきゃいけないと自分の中ですごいスレスが溜まっててでも沖縄に来るとそれがどんどんガードがどん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 剥がれてってほんと自分が露出をされてくるでその自分をようやく出せるでそれを聞いてくれるうちのうちなんちゅうのスタッフがいて夜も一緒にお酒飲んでくれてっていうともう本当にお客様とはお友達じゃないんですけどもお客様が本当に満足して帰られたっていうのが僕の中では一番の思い出ですね。 それれはあれですねあのスパの技術もされることながら地理的有利、はい、でそのスタッフさんの優しさすべてが絡まってその方がね本当に癒されて帰ったということですね、はい、やっぱりすごいですね、はい、やっぱり東京だとそういうガチガチになる、僕ね、東京で働いてることないのであれなんですけど、やっぱり人口が多いのではい、はい、ななんだろうなそのいちいち人と顔を合わせて、目を合わせると疲れちゃうんですよね、はい。あ 沖縄だったらこう普通にね、なんか見るじゃないですか。政治が東京はも見たら疲れちゃうんで、<っ>それだけ多いからやっぱそれだけその人に見られるっていうことに対してガードしていかないと、ああなるほどですね。ええ、いろんな意味でやっぱりちょっと守りきれないんですね。なるほど。うんなるほど。確かに沖縄から行くとね、あのー、渋谷あたり行くとね、びっくりしますもんね。ここは祭りかと。<laughs> <laughs> あれ毎日ちょっとね、えー、沖縄の人からちょっと想像がつかないですけどね、はい。ということはその東京とかねあの普段すごく仕事頑張られてる方もねあの時間見つけて沖縄に、まあ、週に1回とか月に1回来るっていうのもた、ねそ,ねえー、それも本当に健康につながりますよね、はい、明日への活力になるといいますか、はい、なるほどですねただね沖縄の人にももうちょっと、ね、知っていただきたいというかこうからちゅうね受ける方増えてほしいですね。 はい、結局、カレッジを受けてそれで働く方が増えるということはその癒すことができる方が増えるということなのでいい意味で、ね、この相乗効果というか、まあ、レベルも上がるでしょうからね県全体のですね、はい、それがな、まあ、佐藤さんの、ねあのー、今後の目標ということもありますのでね、はいはい、大体あの何歳ぐらいの方が受けられる方が多いですかえと日本人のお客様は、はい、30代から、えー、ともう本当に上で言うと60代ぐらいの方が多いですね。はい 海外のお客様は例えばヒルトンとかの場合はあのーはい、半分が外国の方なんですね。はいはい、方はもうもう少し20代から40代って大体日本人の10歳から15歳若返ってそれはその,あれですかその国にとってそのスパっていうのがもっと一般的というか身近に感じてるっていうことなんでしょうかね。若い人からこうなんていうんですかその予防していくとか癒しが大事っていう意識が高いっていう。 ことも言えるんですかだから日本だと大体30代40代ぐらいがちょっと健康に意識が向いていってそういうのを生き出すっていうイメージはあるんですけどもなんかそ,のその辺のやっぱり10年ぐらい差があるっていうのは佐藤さん自身感じてるんですかそうですね、あのー、やっぱり日本人よりも日本の方よりも海外の方の方がなんかその対しての,その壁がちょっとこう低いというか、はい、それなぜそういうことが起こってるんですか,なんですかね やっぱりその伝統となんか習慣だと思いますね。<ー>日本人はやっぱり良そ様に他人様にこう自分の体を見せるとかっていうことはあんまりこうよくないじゃないですか。露出をするというか見せるっていうのがね。はい、海外の方はやっぱり肌を出すことに対してはあんまりこう違和感なく出されてるかするんで。あ,あそういうのもあるんですね。ありますね。でもねあのー、多分ですけどもあのー、多分ハードルが高いのは一 一回行くまでかなっていうイメージがあってですね。一、ねはい、回行ってしまえば二回三回とね、あのその抵抗なく行けるような気がしますね。男性は特にハマります。特にあの、はい、多分男性は一回目行くのがちょっと抵抗あるかもしれないですね。はい、でも一回行けば一回行けば確かに男性の方がハマりそうですね。はい、男性の方はいいお客様です。<laughs> な,るなるほど。はい、男性の方はやっぱり三十、えー、代四十代の方が多いですね。そうですね。三十代四十代でまあ五十代ぐらいも入って。 なるほどですねこれちょっとね僕行きますよ一回お待ちしてますはい僕あの古民家スパーが気になりますねあぜひちょうどね昨日浜浜がもう行きましたからはい浜比あの海でね子供たちとああそこのビーチでそうですあそこで遊んでたんですよねああいいですねはい もうう行くだけででで癒されるような場所ですからねそこ,でこうあの時間って決まってるんですかそのスパの時間っていうんですかそうですね時間はあの、まあ、大体60分から90分とか長いバージョンだと例えば3時間っていうのもあ3時間ですかあります3時間はちょっとすごいですねはい、はいはあ、例えばあのうちのヒルトンのアマ・ミスパでやってるパッケージメニューっていうのは、はい、えっと初日はヒルトンの、はい、えっ、ー ちっあのホテルのスパを受けていただいて、はいで、翌日は今度はそのアマミスパという、あまあえー、と浜比ガ島とか偏、はい、座島のコミュニカのスパに行っていただく、ツーデイパッケージっていうのを作ってます。いや、これいいですね。はい、<laughs> これいいですね。これあの情報というのは先ほどのホームページの方にあるんですか、はい、でじゃあ、えー、これは何で検索すればよろしいんですかあこれはアマミスパとか。 島スパ、というもアマ・ミスパということで見れるということで、そのね、2イパッケージでしたっけこれはいいですね。これはいいですね。確かにこれ2日分けたらね、多分1年の疲れぐらい取れそうな感じですね。はあ、いいですね、2イパッケージ、気になります。ということで、佐藤さん、のお話を伺ってきたんですけど、残りがね、2分ということで、あっという間ですね。はい 佐藤さんね喋る前は何喋るんですかとかですね1時間も喋れないって言ってたんですけど、ねやっぱりね、経営者の方はね自分の仕事になるとすごく熱くなりますので,、ねはい、です時間がね本当にあっという間ですね。とい,すということで最後にね、あのー、佐藤様からねちょっとお伝えしたいことがあればね一言お願いいしたいんですけども私も沖縄に来て11年目このスパ業界を盛り上げたい、はい、という思いでやってきています。 あのー、ぜひ一緒にねこの観光産業の中でスパっていうものを一番盛り上げていただける方もスタッフを募集しているし学校の生徒さんも募集もしていますはい、はい、なので、あのー、私たちの場合はその宗教とか人種とか性別とか年齢とか国籍とか本当に問わずできるビジネスなんでもう本当にできれば沖縄の方にたくさんね、はい、来てそうですね合理をね,ね6割7割にしていただいて。はい まずね。あのー、このね。いずれかのスパンを受けてもいただいて、はい、それからね。あの生徒さんになるか、あのー、実際ね。そのここで働きたいという思いがあればぜひね。佐藤様の方にね。あの行っていただければいいかなと思いますね。はい、本当にあっという間の1時間でしたね。はい、佐藤さん、行ってました。ありがとうございました。もいや、ね、<laughs> あの興味的な、ね、興味湧くようなね。お話をしていただいて。 あの多分、ね、ラジオを聴いている方も、ね、ちょっと興味がある受けてみたいとかです、ね、学んでみたいという方、ね、いらっしゃる、あと働いてみたいとか、ね、いらっしゃると思うので、ね、ぜひあのホームページからです、ね、ご連絡いただければなと思いますね。ということであっという間の1時間だったんですけど僕、ね、佐藤さんとまた、ね、食事でもしながら、ね、続きが聞きたいなと思ってますのでラジオで聞けなかったお話をねぜひ今、まあ、ビールでも飲みながらまた、ねはい、続きを聞かせて いただいて僕もねスパ受けに行きますのでお待ちしています、はい、じゃあ本日は、えー、パシ株式会社パシフィックホスピタリティグループ代表取締役社長の佐藤武様でした本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました